楽園での旅の最後を迎えても何も得られない可能性がある。しかしその前に、伝染雷鳴の時、へえ、律者だと。はじめまして、ライデン・メイよ。お前の名前は重要じゃない、律者。それに死ぬ奴の名前を覚える趣味もないからな。続けろ、リッチャー。彼は一体何者なの？まだだ、まだまだ足りない。お前に息がある限りこの戦いは終わらない。行きましょう。リッチャー、お前の実力はこの程度か？本気を出せ。お前が俺に殺される資格があるってことを俺に証明しろ。そうだ、リッチャー、お前が他の場所でしたことのように、この紛争の楽園を本物の地獄にするんだ。体力を温存しないと。相手は強い。シドリ、バッドン。行きましょう。何を迷ってる、リッチャー。お前の本当の狂気を解き放て。その力でこの戦場を征服しろ。大怪獣たちの反応が普通じゃない。狙ってるのは私じゃないの？だったらなんだ、リッチャー。これは無人の戦場、黄滅の道だ。正義かどうか見分ける必要はない。怒りに任せて全てを断ち切れ。全てを殺せ。全てを燃やせばいいんだ。遊びは終わりよ。戦う気ならかかってきなさい。戦う？俺が本当にそうするつもりなら、お前が今みたいにここに立って俺と話せるとでも思うのか？俺の名は千号だ。ここにいる他の奴らと同じ融合戦士、黄滅の銘を持ってる。第何位かは忘れた。別に大したことじゃないからな。雷の律者、ライデン・メイよ。リツシャ、崩壊はいつから自分が壊した文明を調べるようになったんだ？私はあなたの知ってるリツシャとは違う。だがお前はリツシャだ。リツシャが人類の力を求めるとは笑える。力を求めるために来たわけじゃない。お前が何を求めてるかなんて俺には関係がないだろ。お前が俺の試練をクリアしたら、俺がお前にチャンスを与える。それだけさ。さっきのお遊びも試練と言えるの？お前は俺を怒らせようとしてるのか、リツシャ。そういう複雑なものは嫌いだ。単純な殺し合いこそが最も分かりやすい試練。負けた奴が死んで
勝った奴が生きる。そして殺し続ける。簡単だろ。いつしゃ、ここで倒れた奴がどれくらいいるか知ってるか？私がその一員にならないことだけは知ってるわ。なら全力でこの楽園で生き残れるようもがけ、リーツ社。そうすればまた会うことになる。今度はお前の本当の怒りを見せろ。そしたら俺もお前の器を試す気になるだろう。万物は焼かれ、己の身も壊れていく。生死存滅、黄滅だけが永遠に燃え続ける。行きましょう。行動開始。